お疲れちゃん、サラッタです。今日ですね、マザネコを救いたいというわけで、こちらのマザネコ活やっていきたいと思います。さあ、ということでですね、マザネコがね、前回のバランス調整で下方されてから全然使われてないですね。はい、先ほど見たんですけど、マルチトップ200ですね、世界トップ200にマザネコ使用者ゼロです。まあ僕がさっき見た段階ではの話なんですけど、いやマジでだからめっちゃ減りましたね、マザネク。で、ちょっと前まではね、マザネクのロイジャイとか、マザネクのペッカラムとかもあったんですけど、もうその辺もね、今全消滅しましたね。はい、というわけで今マザネク全然疲れてないので、ちょっと僕がね、はい、大活躍させてやろうということで、今日これでやっていきます。で、ゴルナイはね、持ってなかったら当たり前にバルキーでいいです。で、スケベもスケとかでもね、いいですし、マザネクは吹き矢で、違う、マザネクです。さあ、ってなわけでやっていきましょうか。マザネク枯渇ですね。あんまこう見ないかもしれないんですけど、僕が去年のほんと初めの方、丸々1年前ぐらいはね、すごい愛用してたデッキですね。さあ、早速ね、マザネクがいい味出してるんですけども、マザネクじゃあなんで減ったのってとこなんですけど、まあ下方されて HP が下方されて、まあ単純に脆くなったのが一つですね。そう、今まではやっぱファイボナイトマザネクゲージャンみたいな、そう、ところが結構多かったんですけど、今ファイボなくても、まあユニットの攻撃1、2発と、おお、でかい。ウッドで処理であったりだとか、まあ雪玉プラスのね、他の、ね、カードの組み合わせであったりだとか、まあ結局ユニットプラスの小型呪文でもう処理できますよっていう、HP 脆いんでね、っていう風な、まあ理由でファイボサイオンちょっと減ってますと。で、あとは、まあアーチャークイが出たことによって、ライトニングが場が増えてるんですよ。で、ライトニングの巻き添え食らいますね。はい、マザネク。それが、めちゃくちゃ可哀想なね、一つ。で、あとはですね、意外と、小屋が減ったとかもでかくて、そのやっぱマザネクって小物に強いじゃないですか。逆に小物以外には大したことないじゃないですか。あー、うまいですね、それは。そうなので、まあ小物、餌の小物の小屋が大幅下方されて減ったっていうのは結構でかくて、だからマザネクの相性いい敵が減っちゃったんですよね、小屋下方で。はい、っていうのがまあありますよね。と、まあだからなんかいろいろこう噛み合ってマザネクも下方されれば、マザネクの相性いいカードも下方されて使用率が減って全然戦えなくなったみたいな、そう、ところがありますね。で、まああと本当にだから小屋減って、謎にもうユニット環境っていうかユニット時代が今来てるんですよ。いや、これちょっとめんどくさいな。ユニット時代というのは、そのもうゴースト、ユーノとかのエリババ、エレジャイ、ゴレ、メガナイト、ペッカみたいな、そのユニットゲーの時代が今来てるので、施設が言ったら少ないんですよね。そう。これも両サイ振って、ちょっとうざいですよ。トリノイキン起動か。いや、でもそれまでに大ダメージ与えてくれ。いや、左、右側めっちゃやるんじゃないこれ。でかい。トリノイウッドに頑張ってる。やばい。ウッドでよかったな、これ。待って、マジで、下手。急に下手。マジで。ガチで訪れる急に下手なやつ。あ、ウッド使ってる、ラッキー。さあ。そう、だからまあ、最近マジでメガラム、ペラムとかいて、マザネクが刺さんない、ペラムはいねえな。まあ、メガラムか。メガラムと、あとゴレも今マルチ上位なんか異常に増えてて、いや、なんでそんな増えたっていうぐらい急に増えてるんですけど、よいしょ。やばい。いや、待って、やばい。俺もしかして負ける？ちょっと待って。これ一個ずらすと、相手ミスりやすいですからね。あー、これちょっとやばいな。拾っちょ。デリウッドで絶対処理。いやー、悩みますね。ボムがね、ちょっと厄介する。これ豚にします。この豚のダメージちょっと稼いでいきたいかもね。ブーちゃん、今ゴルネ走ったらさ、世界変わって出せてある。いやー、ウッド。いや、ちょっとずつね、やばくなってきたよ。ちょっとずつマジでやばくなってきた。サスケバレのダメージでも入ってほしい。トルネが、攻めトルネがある。いや、でも、なんなら耐えてしまえばみたいなのがない。超ドデカ、ドデカバレる、ドデカバレル入れ。ドデカすぎた？
どでかすぎたかもしれない。やばい。待って待って、やばい。本当にやばい。ガチやばい。変なことしてる場合ちゃう。ガチやばい。やばい、本当にやばい。マジで笑えん。デリー。はしまいまじでちゃう。うん、うん、うまい、うまい、うまい。あー、タイブレーク、タイブレーク。あ、これ、ゴルネ走れ、ゴルネ。タワーに走れ、タワーに。マジ、タワーに走れば。え、竹変われ。うわー、危ねえ危ねえ危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。いや、でも今回、マズネクがね、ちょっと美味しい、やりゴブとかいたにもかかわらず、こんぐらいしんどいですから。ほんと環境のね、ゴレゴルナイとかさ、もうメガラムとか引いても全く刺さんないわけですから、それがね、つれえのよ。まあだから単純にマザネクが刺さる相手が少ないですね、今の環境。カテーナしかいねえ。うん。ユニットゴリ押し時代というか、まあユニット時代ですね、ほんとに。さあ、なので、ああ、ボムか。まあボムぐらいなら全然いいや。ボムファイスピか。あ、出た。対空マジアチャだけで、ね、ラバ来たら終わるやつだ、多分。ラバ来たら、あ、ドンマイ。あ、全然違ってごめんなさい。ホグでした。いや、つらっ。ちょっと待てよ。これやばいっすね。アチャクイの、ウッドありますね。クエイク、ウッド。超高回転クエイクウッドだ。やべえ。これやばいっすよ、マジで。しかもクエイクも持ってるんで、スキャミ坊やもなかなか刺さりにくいと。まあ、アチャクイは、マジで。デリとスキャミあれば、まあ、なんとかなるでしょ。うん。いや、これ、勝ったらガチで天才って呼んでください。うん。これ無理っすからね、ぶっちゃけ。マジで。さあ、インフェがそこそこに優秀ですよと。まあ、問題は、多分2倍タイム入っちゃうと終わるんすよね。どうだろうな。どうだろう。マジで。ガチで入らんと思うから。スケバレボムで、バレルウッドで終わりでしょ？アドモトントンでしょ？それで。ファイスピボーイもやだしな。まあだから、どっかでマザネクをぶっ刺したいんですよ。相手のスケですよ。相手のスケを狙って、ぶっ刺さることもねえんだけどな。あ、こういうのだからゴルナイでダメージ稼ぐのは、説あるけど、相手も、あ、待って、ウッドずれた。さあ、インフェ置いて。痛いよ、危ねえよ。これはなかなかしんどい戦いが来たぞ。スケバレ。まあ意外とな、抑えれてはいる。問題は、マジ俺のダメージどうやって通すかなんですよ。いや、こういうので事故って入んねえかな。ワンチャン？ワンチャン？あーい。もう一回だよ。いや、地味に入ってるけど、クエイク削りがバケモンすぎる。いや、ケツマサニクでちょっと流れを変えます。まあインフェな、インフェも渋いですけどね。まあ守れるんで。これもさ、おい来た、あっちに一瞬視線誘導してこっちに走らせて。いや、マジで天才、天才。マサニク、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 熱い熱い熱い、マサニク、マサニク、マサニク、ガチで熱い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 。いや、でも負けそう、全然。いや、ウッドで、やべやべえ、あちゃくい、やめてくれよ。ちょっと待ってくれ。あ、ゴルナイ。いや、フィジカルジジイ。いや、待って、痛い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 。ヒーなら、ヒーなら、俺の頑張りとさ、気になんないぐらいダメージ入る。インフェ置く。これさすがにもう僕、右狙いっすね。1600でしょ。いやー、ゴルナイな、ナイトが高めで避けられちゃうからな、それだけっすね、マジ。うん。ウッドも防衛大事なんだけどな。いやー、これ回転がな。危ない危ない。もう無理やりホグクエイク一生攻められると僕終わっちゃうんで、ガチで。
いや、ワンチャンなんかさ、マジでゴルナイゴルナイでありそうなんだけど。よいしょ。いや、いいよ、インフェ。もう回して、回して。いや、これやばいっすよね。いや、でも、相手は、このスケバレに対してウッドね、使いたそうな顔してるんで、いや、いいよ。いや、なんか意外と、この、枯渇させてるよね。相手なんかしんどそうだね。いいね。あ、これ、走れる、走れる。ゴルネ、ゴルネ来た！これで、やってけ。うぃ！いや、もう枯渇やないやないかいって話なんですけど、いや、これやばいっすよ。マジで。いや、もうゴルナイ強かったな。まあ、マザリンクも頑張ってくれてたかな。まあ、今のにね、勝てんならもう、何にでも負けないでしょっていう話なんですよ。まあ、きついけどね。普通にきついけどね。さあ、まあ、スケバレとバレ飛ばしてね。マジで、環境のデッキにね、刺さんないんだね。おお、強い強い。え、コウモリ。コウモリもね、マジいないっすよ、ぶっちゃけ今。さあ、ユーの、ああ、メガナイト。ああ、いや、わかんないですね。合成のコウモリ。で、やっぱ環境は本当ね、ペッカとかメガナイトとか、こういう陸デッキすごい多いんで、しっかりね、このデッキも陸対策で、まあ、デリも入れてね、陸多めですね。空にも強いですし、防衛楽ですし。うん。さあ、インフェで焼いていこうと。あ、メガラムのコウモリ型か。メガラムのエレスピ型がよく使われてるんですけど、メガラムのコウモリザップ型ですね、多分。多分。なので、相手バレルきついんちゃう？サスケバレ飛ばして。さあ、来ましたね。こういう相手に対して、まあ、これがエレスピだったら、マジでマザネクとか、ガチ無能なんだね。いやー、ちょっとめんどいな。いや、防衛でザップ使ってくんねえな。やばい。攻めザップ打たれたらやだ。あ、ザップじゃないのかな？いや、なんか、テンプレはコウモリ型だったらザップっていう。うん。いや、でも、なんとか耐えれた。なんか、相手が攻めてくるタイミングぐらいで、スケバレとかバレル飛ばして、そっちに防衛コスト咲かして、なんならザップ使ってくれたら美味しいで、スケルトン部隊で防衛できると、まあ、幸せっすよね。さあ、まあ、とりあえず飛ばし毒っすよね。飛ばし毒。投げて。いや、めっちゃ、あ、ザップですね、やっぱり。うん。コウモリジムニアでしたね。まあ、まさにクリスや。ウッドで回して。いや、で、ライトニング持ってます、ちなみに。彼ね、ライトニング打とうとしてるんで。まあまあ、いやー、ええ感じになんか消えちゃうんだな、コウモリが。さ、ライト打たれたで、別に適当にデリとかで守れるんちゃうっていう話なんですよ。さあ。さあ、消えてくるタイミングでウッド使って、よいしょ。さあ、さすがに勝ちましたね。いや、でかい。マジ、マザネク、豚一匹も作ってない説あげていいかな。ちょ、豚、最後に記念に。マジで。出番がね、少ないのよ。本当に。これただただ、バレバレが頑張っただけですからね。いや、そうなんだよな。本当に刺さんねんだよな。まあ、特別悪いわけじゃないですけどね。これならね、もしかして、プリンセスとかね、吹き矢。まだまだ大会とかだったらね、ありそうだけどね。不意に。マザニクやっぱ今いない体で、この、動いてるんで、クララハでね。そう、環境マザネクなんかいねえよって。いや、ホグか、ホグきついんすよ。まあ、クエイクウッドがきついっすよね。俺が送りたいんだよね。だからホグサイクル書いてよ。さあ、でインフェのターンと絶対相手の2周目に基本的に間に合わないんで、そこはわあ、エロゴルナイウッドとか、まあスケーブで守れたら幸せだけど、多分守れないですよね。普通にクエイク来てワンパンゴーンされるんで。あ、さっきと一緒だ。だからルート強制してるんで、一個だけ枠に入んないですね。あ、このダメージマジででけ。次インフェ間に合いそうだな。おー、置いてくる。もうこれ走らせて、走らせとくっすからね。
で、マザネくんね、アチャクイの同際どうなんだろうな。まあ、デリかスケブで蓋するからいいか。いやー、これ逆サイちょっとうまいっすね。いやー、マザネくん残ってくれた、熱かった。豚が豚が、チクリチクリ。そろりそろりの、チクリチクリ、もっと入ってくれ。全然入らんやないかい。やばいって。ホグクエクされるだけで、つれー、これ、イーフェの位置高えの、これやべえ。めっちゃ入る。おら、やばいって。ちょっと待って、あんま今のは俺らが悪いでしょ。慣れていないもんな。小物を裂いて、小物を裂いてきたら、にゃー、ここホグやばいっすよね。マジどうすんの。高めですね。クエイクってこの低めにやっぱ来るんで、この高めスケブ強いっすからね。ナイス、いい判断。ボムか。いやー、このボムちゃんゴルナイで走らせるしかないっすね。やっぱマザネクとゴルナイで僕世界変えるしかないので、よしよし、これはまあまあダメージ痛いですけどね。いや、相手もなんかすげえ丁寧だな。一回こっちにやろうかな。あ、これゴルナイタワー行く。熱い。出さないでユニット。いやー、タワー行くんだけどな、普通。いやー、ハイスピキョ。いや、マジ、死にたいね。あっちに行けたけ。熱い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 。頑張れてる、頑張れてる。意外と頑張れるんだな、もしかして。もしかして頑張れる系これ。やばい、インフレ値が高い。まあ、さすがにこれ耐えれる。ウッドがこれゴルナイさ、マジでタワー行くんだよ。いや、でかい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 。え、あ、やりすぎ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 。いや、持ってる持ってる、いけいけいけ。ゴルナイゴルナイ化け物かさ。だインフェ回します。やべえよ、お願い。ウッド削り、やばいやばい、待って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 、やばい。これ手前にすると相手ウッドがね、間に合わないことありますから。あ、終わった。いや、それうまい。あー、いや、無理っすね。いや、無理なんすよ。いや、勝てそうになるの自由あるな。ワンチャンな。向き屋だったら。まあ、本当にね、言いたくないですし、まあ思いたくもないですし、まあ言いたくないんですけど、言わせてください。吹き矢だったら勝ってたな、マジね。吹き矢のあの圧が欲しかったっすね。攻めのちょん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 、くそー。まあ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 、いやいや、マザネ君、マザネ君のおかげで、おいしおいしおいし。俺はどっちを信用すればいいんや。吹き矢なのか、マザネの格なの。もう、頑張ってる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 。いや、頑張ってはいる。いや、めっちゃ暇。ちょっと待って。結構暇。そこらじゃね？もしかして相手もマザネクじゃね？マザネク、マザネク大会する？一緒に。いや、なんかね、あるんすよ。前多分動画で出したな。豚？あー、全然違うわ。な、骨デッキみたいな。うん。骨デッキみたいなの来たな。さ、立て線。キョウスケ当てちゃうよ。いやー、これコウモリな。いや、残ってくるんか。まあまあまあ。いや、なんだ、縦線コウモリか。いや、ちょっとやだな。いや、もう一回ブタいっちゃいっちゃいっちゃ。いや、バレル飛ばしたらさ、強いそうなんだけど、ゴルナイはこれ走れないよな、この距離。あ、それ来たら走れそう。おい、こじき、よいしょ。バルーンとかなのかな。まあ、デリでもスケブでもどっちもいいか。いえ、天才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 。あはい。いや、え、うまっ。俺が今デリで、デリかスケブ悩んで、スケブにして、今デリだったらもう、ニヤードだったのに。マジかよ。
めっちゃいい雪してくんじゃん。うん。あ、キョスケバルーンの、これ、スケが縦線になってるやつか。なるほどね。ってことは、相手雪玉しかないじゃん、あなた。あなた雪玉しかないやんね。やべえ、そんなこと言ってて、あー、あんたいた。ちょっと待って。ガチやべ。ほんとに笑えん。よし、もう鬼強してくる。もうこの間も走ったらさ、全とかせねん。いや、しかもタギこれバルーンに行ってんの。でかい。いや、あ、やばい。うわ、待って、いや、ガチで普通に負けそう。あー、捨ててくるんか。いや、うまっ。ちょっと待って。こいつうめえわ。マジで。うん。できるやつや、これ。やべえ。チンヘ置いて。あ、でもこれ、俺の低めコウモリ結構最強クラスになれるんですよね。いやー、2発入る。まあまあまあ。キツキツのキツだな。もう一回耐えたいな、これ。いや、ワンチャン耐えれるぞ。いや、問題、俺のダメージが取んねえな。それずるい。ずるです。ずるです。いや、これはね、ずるです。無理です。くそー。うまかったな、これはね。はい、というわけで、今日はね、マザネクちゃん。使ったんですけど、どうでしたか？まあなんかね、やっぱ HP もろくなったんなら攻撃力次ちょっと上げるとかなんか欲しいっすよね。まあでもなんかありそうっすけどね、バランス調整でここまでマズレング使えなくなったら次強化ね、はい、ちょっと期待したいなと思います。よければチャンネル登録もねお願いします。ではお疲れ様でした。またね。